近闘の住民。近闘とは、本来は、ヨーロッパから見て、東にある国々のうち、それほど離れていない地域を指す。19世紀には、中近闘の呼び方が一般的に使われていた。近闘は、東方問題が焦点となる中で、オスマン帝国の領域を可視化する故障として、形成された。一方、中東は、イギリスの最も重要な植民地であったインドに至る。 地域を指す故障として形成された。極東、中東、近東などの概念はイギリスから見た故障として成立した概念である。19世紀の後半から第1次世界大戦にかけての近東の概念は第二次世界大戦後の中東の範囲とかなり重なる地域を指しており、トルコやアラブ世界にバルカン半島を含む地域を言った。一方、 均等と並行して用いられる場合の中東の概念は第二次世界大戦後に定着したものとは大きく異なるものでイランと降下さすアフガニスタン、中央、アジアだけでなく抗議にはインドシナ半島やトルキスタンに至る地域を含むことがあった。第二次世界大戦後は中東と均等の区別が曖昧になりニューヨークタイムズは 同じ地域に2つの古称を使用していたが1954年に中東に表現を統一した。また、アメリカも1957年のアイゼンハワードクトリンで公式文書として初めて中東を使用し、1958年の国務省の見解で中東と近東は交換可能な用語と説明された。栗田貞子、中東情勢と日本、世界の行方。 公共研究第13巻第1号、千葉大学、178ページ。ABCDK 内恵み。中東概念の変容中国、インドの台頭と、西アジアの復活。中東協力センターニュース2018.7。2020年6月30日。閲覧。ABC 畑中美希、最近の中東情勢と、世界経済への波及。 中継連2020.1中部経済連合会2020年6月30日閲覧ありがとうございます。